列車交換の様子。左側の列車が停車し、右奥の列車の進入を待っている。右奥の列車は、右側の線路に進入する交換駅の配線例。列車運行図表では、単線の場合交差の箇所が列車交換を表す。列車交換とは、鉄道の単線区間において停車場を用いて、列車同士が行き違いすることである。列車交換を行うための停車場を、 交換施設と呼び、校内に2000以上の線路を必要とする。伏線以上の区間における離合はこれに該当しない。旅客向けの車内放送では、列車の行き違い、列車の待ち合わせなどと言い換えがなされる。交換駅をフル活用して極限まで本数を増やす例も単線は、伏線と異なり、2つ以上の列車を走行させると、そのままでは正面衝突してしまうため、 途中に二つ以上線路を設置した部分を設け、そこで安全に行き違いを行うことにより、単線でも運行本数を増やすことができるものである。単線区間で正面衝突を避けるためには、確実に列車交換を行わなければならず、一つの閉塞区間に二つ以上の列車が侵入することが、ないよう確実性、安全性の高い保安装置が必要となる。 交換施設の数が多いほど、その区間における列車の運行頻度を一定まで高めることができる反面、施設の維持管理や、それにかかる費用面では不利であり、また、メリットも、伏線のそれには及ばず、幹線や大都市均衡など一定以上の需要が確実である区間では伏線化にとって変わられる。一方、用地確保の問題や、本質的な改良が行えない。 高架化において複線化を行うことが困難な場合、1から 2km 程度の短い間隔で交換施設を設置し、すべての交換施設を活用することによって極限まで本数を増やしている路線もある。日本の湘南モノレール江ノ島線、遠州鉄道鉄道線などがそうである。乗務員が携帯する時刻表などには、列車の交換を意味する印を記載している事業者がある。 これは列車運行図表上で単線区間において列車交換する場合、ちょうど印になるためであり、クロスと呼ばれる。交換施設は単線の途中において部分的に2線以上設けた場所、すなわち列車交換を行う場であり、列車交換設備、離合設備などとも呼ぶ。旅客扱いの有無によって駅と信号上に分けられるが、このうち駅の場合は交換駅と呼ぶ。 交換施設は単線区間での閉塞の分け目となるため、大半の交換施設はいくつかの保安設備を有する。設備は閉塞方式が自動閉塞方式か非自動閉塞方式かによって書き項目のように異なる。近年に整備された交換施設では安全側線などいくつかの設備が省略されていることもあるの採用などによる。自動閉塞方式 非自動閉塞方式共通の設備は省略、または他の設備が使用されることがある。非自動閉塞方式のみ以下の3つのものは連鎖閉塞式、連動閉塞式では用いられない。特急などの優等列車が運転される路線の交換施設では分岐器による急カーブがスピードアップの障害となる。このため、全列車の停車駅などの一部を除き一線するかが、 行われる。防線化された吉浜駅の配線。以前は、島式一面二線だったのを、片方一線のみにしたため、ホーム前後でカーブが生じている。合図鉄道合図線、合図長野駅の例。駅舎側の線路を廃止し、新設した駅舎、待合室の床をホームと同じ高さとしている。交換施設を持たない駅を防線駅といい。 既存の交換施設を撤去することを防戦化という。かつては自動化や遠隔操作に関わる技術が確立されていなかったため、また、その当時の名残のため、交換施設を持つ各駅ごとに係員を配置し、信号操作や進路操作を担当させる必要があった。このため、利用者や列車本数の減少などに伴う合理化を目的として、 利用者の少ない駅が防線化されることがある。ホームが一面一線しかないにもかかわらず、駅の前後の線路に一見不必要な緩く短い S 字形カーブがある場合は、かつてその場所に分岐器があり、その駅に交換施設があった名残であることが多い。ただし、地形や用地の事情によるなど、交換施設とは直接関係ないことや、 逆に将来の行き違い線の設置を見込んで、最初からこのような構造になっている場合もあり、後者の事例として、若狭線は、国鉄時代には路線自体が一つの閉塞で、全駅行き違い不可だったが、中間の全駅に行き違い用の用地があり、本線は S カーブを描いていた。このうちの八頭駅は、第3セクター後の2020年に実際に行き違い設備が設置されている。 一度防戦化された交換施設そのものが復元されることは稀であるが、後年の復戦化の際に、跡地や残存していた旧施設の一部が再活用される例はある。また、バリアフリー化のため、交換施設の跡地をエレベータースロープ、多目的トイレの設置スペースに転用することもある。西日本旅客鉄道の米子支社では、縁結びで知られる。 出雲大社への参拝での利用が多い白尾線の乗客からの指摘を受け、単線区間の駅などで列車が通過待ちや交換する際、これまで車掌が車内放送で使ってきた行き違いのため停車しますというアナウンスを待ち合わせのため停車しますに改めた。神戸新港通ポートアイランド線の中布島駅は単線区間で島式ホーム一面2線を持つ駅だが、 この区間は一方通行のため列車交換を目的とした駅ではない。この駅は車庫所在地の駅のためこのような構造になっている。ありがとうございます。